さて続きまして今回スペシャルゲストとしてリラクゼーションコンテストフィリピン2017の開催に深い関わりを持つフィリピンでリラクゼーションスパを60店舗以上手掛けるセラピストである経営者ノル・モンタルボさんよりお話を頂戴します。皆様どうぞ拍手でお迎えください。ノルさん、それではお願いいたします。私は2006年に神経外科医になるための学科を卒業し、医者になることを目指していました。しかしその年に両親から実家の下債状況が悪化したと伝えられました。財産のほとんどを失い、祖父と家を手放さざるを得ませんでした。長男として考えることは、医者になるのではなく、まずは現金収入を得ること。そのために石鹸を作り販売することから始めました。睡眠時間を削り、さまざまな工夫をした結果、合計で7000個の石鹸を販売することができたのです。私はその収益を元手にしてモンタルボマッサージを設立したのです。フィリピンにはたくさんのスパがあったのですが、フィリピン様式のスパやフィリピンの伝統マッサージであるヒロトをメインにしたスパがほとんどないことに気がつきました。ヒロトのことを勉強し、スパに導入しました。ヒロトのは田舎者がやるものだと最初の頃は多くの人に笑われました。しかし時が経つにつれて、多くのお役様がヒロトのもたらす良い効果を感じるようになりました。多くのお客様がヒロトを受け入れてくれるようになってきたのです。今年でモンタルボは10周年も迎えます。医学部で学んだにもかかわらず、スパを経営していることはもったいないという人もいます。しかし私は全く後継してません。フィリピン全土の60店舗で500人のセラピストが提供できているのです。そして伝統マッサージであるヒロトが多くの人に認知されて生きているのです。近い将来、横田さんと日本リラクセーションの協会のサポートを受け、フィリピンスパ協会を作りたいと思っています。スパのオーナー、そしてテラピストにより良い関与を提供していきたいと思います。いつの日や日本の始発のようにヒロと世界中に広げていきたいと思います。皆さん、ご清聴ありがとうございました。素晴らしい日本語でのスピーチありがとうございました。どうぞ大きな拍手でお送りください。ノルさん、 Thank you very much。